はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、ご覧の通り新型シビックに乗っています。で、なぜかというと、S660 のオイル交換の間ちょっと試乗させてくださいということで乗っているんですけれども、外観がこんな感じですね。なんかやっぱり日本で流行るっていうよりもこうアメリカで流行りそうな形ですよね。で、後ろに乗ってみましょうか。で、後ろもこんな感じですね。で、なんとここにエアコンが後ろにもついてますね。これは快適でしょうね。で、僕が運転するときちょっと前にしたんですけども、これだけ広いのでやっぱり後ろの座席っていうのもかなり快適じゃないかなという気がします。綺麗ですね。まあ綺麗は綺麗ですよね。新車ですからね。こんな感じです。で、運転席行ってみましょうか。よいしょ。で、運転席がこんな感じで、ちょっとエンジンかけてみますね。かっこいいですね、ホンダのマーク。で、スピーカーがですね、なんと BOSE なんですよ。ただ使い方がわからないので、音は聞けないんですが、スイッチ類もですね、エアコンもなんかこうちょっとデザインがかっこいい感じで、で、充電用と、あとはこっちにつなぐ分かなとあるので、あとはですね、ボタン類が、このスイッチを押すと、上にするとスポーツモードになるみたいで、さっきちょっとそれで走ったんですけども、十分楽しかったですね。で、アイドリングストップがあるっていうのも、ストップのオフがあるっていうのも、僕の中ではですね、結構嬉しいなと思うんですよ。一回一回止まるのが僕は結構鬱陶しく感じる方なので、これはストップがあるといいですね。で、サイドブレーキも電子制御。で、パドルシフトが見えるかな、ここにあってですね。で、この辺のボタン類はちょっと全然僕はわからないので触りません。で、ハザード、これは何だろう。おお、これで風の向きが変えられるんだ。あ、なんかこれちょっとおしゃれですね。棒がついてる、これはなんかちょっとおしゃれだな。ただここになんかつけたいホルダーつけたりとかはできないですね。その代わりね、まあそんなで本当よくできてる車だと思います。あ、すごい、なんかここに SOS ボタンっていうのがある。押したら怒られるだろうな、さすがにね。ということで、シビックの内装でした。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。